ツーベースを打っています。この山崎に対してバッターボックスの森下、打率4割、引っ張った、ショート門脇が掴みました。ジャンピングキャッチ、山崎を支える見事な守備が飛び出しました。能見さん、ビッグプレーが出ました。これ、ね、多分難しいんですよ多分、森下選手もねマシンで打ってると思うのでボールってあんま多分そこまで回転しないんですよ、なのでどういったタイミングでバッターに投げるか、そういったところも注目しているということを以前話していました。インコースに構えます岸田、そのインコース、ここはピッチャー正面、一塁送球、ここはダブルプレーとなりました。見事なフィールディング、山崎よりタイガース打線をここも0点に抑えています。ストライク、ツーアウトランナーなし、バッターは丸、打ちました、セカンド、ああここは難しいバウンド、よく掴みました中野、切り式も抑えました。ジャイアンツ打線を0点に抑えて、このあと9回です。